それではただいまから選手一人一人が自己紹介をいたします。最初の選手お願いいたします。おはようございます。登録番号4668、福岡県福津市出身の楠本浩二です。デビューはこちら11月12日から芦屋ボートレース場でデビューすることになりました。外から迫力のあるレースをしますので、ぜひ見に来てください。よろしくお願いします。おはようございます。登録番号4669、福岡県久留米市出身の井上茂と言います。デビューは楠本選手と同じく11月11日からのこちら芦屋ボートレース場でデビューさせていただくことになりました。新人らしく外から元気よく旋回したいと思いますので、よろしくお願いします。おはようございます。登録番号4674、福岡県福岡市城南区出身の池田光輝と申します。デビューは11月11日からの福岡ボートレース場で走らせていただきます。面白いレースをしようと思うので全力でやるので応援よろしくお願いします。おはようございます。登録番号4679、福岡県田川市出身の上田大志と言います。11月8日から若松ボートレース場でデビューさせていただくことになりました。と元気よくレースの展開をつけるようなレーサーになりたいと思いますので、ぜひ見に来てください。よろしくお願いします。登録4684、福岡県粕屋郡出身の草原翔太です。福岡ボートレース場でデビューすることになりました。日にちは11月11日です。外からしっかりと展開つけるレーサーになりたいと思います。ぜひ福岡ボートレース場にデビューするときに来てください。よろしくお願いします。福岡支部の新人5選手でした。ファンの皆様、今後とも温かいご声援をお願いいたします。選手退場です。今一度盛大な拍手をお願いいたします。